第48回 A 単語カード作戦。皆さん、こんにちは。山口勲です。今回も音声別撮りでお送りいたします。ですので、まあ、ラジオ的にですね、聞いていただければ良いかなと思います。画面に映ってるもの、これ私が単語カードで単語を覚えてるんですけども、まあ、それについてのね、この画像、動画っていうか、まあ、画面に映っているものの説明については、 これは第0回を聞いていただければ分かると思いますので、えーまあ、そっちを気になる方は見てください。ではですね、今回のお話なんですけれども、今回は、教材、自分が取り組んでいる取り、 取り組んでいる英語の教材ありますよね。まあ、単語帳持ってますとか、まあ、あの、なんか、えね、まあ、私だったら NHK 会話やったんですけど、まあ、それを持っていますとか、あの、トイックの問題集持ってますとか、英検の問題集持ってますとかね。なんかいろいろそういうのがあると思うんですよ。まあ、学校行ってたら学校のね、教科書とか、ワークとか、なんかいろんなそういうのがありますよね。教材いっぱいありますよね。で、文法書も買いましたとかね。で、そういうものを分けることって大事なんですよっていうふうに、 ななこととについいいいてて話していきたいなと思いますで分けることって何,何なのかっていうとですねあのまあ、英語勉強している方ねこれ教材が平等に見えてませんか、ね、こっちも大事だしこっちも大事だしねこの本も大事だしっていうふうにこれ平等に見えてるとですねどうしてもこう戦力が分散しますあと多くの人にとってまあ大人になって英語勉強している人もそうですしその まあ学校で英語を習ってる人もそうなんですけれども、基本的にね、教材のね、この量分量っていうのがね、多すぎます。<laughs> 基本多すぎるんですよ。ですから、これを真面目に全部がっちりやり込むっていうことは、これはちょっとね、あの大変すぎるんで、あ,の、まあ、あとはあんまり効率的じゃないんですよ、要は。 結局、なんていうんですかね、やり込めないまま、なんとなく、みんななんとなくやった結果あの、どれもあまりちゃんと頭に入っていないみたいな、身についていないみたいなことが起きますので、まあそうならないためにですね、やるべき問題、やり込むべきものっていうものを絞りましょうっていう、そういうお話です。で、3つにね、分割するといいのかなと思いまして、えー、ちょっとここで分割の提案なんですけれども、 まあ、一番大事なやつ。これはやり込むべき教材ですね。こう何回も何回もやり込んで、まあ音読をして、あ、200回音読しましたとかね。まあ200回はちょっと大変かもしれないんで、まあ100回、100回でも、まあ30回以上だったら効果は得られると思いますよ。すごくね。あの、自分の、なん,んですかね、血肉になるっていうか、自分のその英語力としてきちんと。 定着する。まあ、やり方はね、あの、ちゃんと考えなければいけませんけども、まあ、30回ぐらいいろいろなやり方で、一つの文章を読めば、まあまあ、あの、身になっていきます。それから、まあ、も、もっとね、繰り返して、50回、100回を目指してもらいたいですけれども、100回ぐらいやればね、もうね、もう十分かなという感じがしますね。まあ、私一番やったのはね、190回ぐらいやりましたけど、まあ、こうやって何回も音読したり、シャドーイングしたり、オーバーラッピングしたり、えー、それとかいろんな、 例えばね、代名詞、イットとかヒーとか、them とかね、そういうものが全部分かってるかどうか確認しながら読むとか、まあ、あるいはその、何ですかね、えー、疑問文の文章を、これを、えー、肯定文にできるかなとかいう視点でね、<laughs> 読むとか、まあ、どこからどこまでが死語かなっていうのが分かってるかなっていう視点で読んでみるとかね、まあ、いろんなやり方で、 まあ、やり込んでいくっていう。まあ、そういうことはすごく大事です。なので、でも、いっぱいはできないですよね。いっぱいっていうか、一つ、限られた範囲はできるけど、今、手元にある教材全部で、ね、学校の教科書でもやり、なんかこう、塾で渡されたものでもやり、ね、それで、ちょっと、服読本みたいなのでもやり、みたいなのう全部できないですよ。そんな無理なんで、やるべきものを絞りましょうっていう、そういうことです。なんで、これが一番重要。やり込むべき教材。 で同じ本の中でもこの、このパートはやり込むけど、こっちのコラムみたいなのはやらないとかね、あのこのなんか長文みたいなあの、まあ、物語みたいなところがね、たびたび出てくる物語みたいなところはやらないけど、会話文だけは全部やるとかね、またその逆とかね、そうやってね、あの細かく指定するのもありだと思いますよ。一つの教科書の中でも、ここだけは絶対完璧にするみたいなね。 全部や、全部やろうってうの大変なんで、あの、できる、やり込むことができる範囲だけに絞る。まあ、自分が大事だと思って、まあまあ、嫌いじゃなくてできるなって思うところ。で、それでこれをやったら自分の実力が上がるだろうなって思うところ。まあ、そういうのを割り出してって、ここをやり込もう、みたいな感じでね。そうやって決めるわけですよね。で、そこをガンガンやると。で、あと、他のものは、まあ、ある程度、ほっぽ、ほっぽらかしとけばいいのかなと思います。 で、私の場合なんかだったらね、もう他のものでやらなそうなやつとかもね、あの、古本屋に売っちゃうとかね、まあそういうことをしました。で、そうするとね、その後、勉強がだいぶやりやすくなったりしますんで、まあ学校行ってて学校のね、ワーク売っちゃったっていうのはまずいんで、まあそれはできないでしょうけれども、あの、まあまあでもやる、やすごく深くやるものをまあ自分で指定してやるってことが大事ですね。ちょっと勉強がね、あの、一番最初の頃はそれがそもそもできないので、 自分が、ね、どういうのだったらできるかっていうのが分かりませんからあ,のある程度勉強が進んできてそうですね、えー、半年とか、えー、やるうちに、うん、どうやらここに絞った方がいいらしいなっていうのが分かるんで見つけようとしてればそれ、ね、あの自然に絞られてきますから、まあ、そこをはっきりやり込むところでそこ以外はまあまあ別にどうでもいいどうでもいいというか、まあ、そんなやり込む必要はないなでやり込むところはその代わりがっちりやり込むみたいに分けた方がいいですね。 で、それが一つ。やり込むべき教材。そして、えー、その次、えー、二番目に指定すべきもの。まあ、ある程度学習が進んできたら、今度は数をこなす教材っていうのを。これを指定してやるといいと思います。つまり、まあ、文法問題なり何なりっていうものを、まあ、解いていくってことですね。だから一つ一つはもう熟知してるんだけれども、全く見たことのないような問題とか、まあ、あるいは文章でもそうですね。全く見たことのないような、あの、初めて読む文章みたいなものが、あの、 どん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 出てくるみたいな、まあ、そういう練習もね、まあ、一方では必要になってきます。特に中級者以上になってくるとね、必要になってくると思いますんで、まあ、受験なんかそうですよね、受験は別に知らない文章が出てくるし、えー、見たことのない問題、まあ、その文法項目はね、もちろん知っているはずなんですけれども、そこまでやがっちりやり込んでる人はね。だけども、全く知らないものが来たときに、あこれ関係代名詞を通ってる問題なんだな、みたいなのが、パッと気づけなかったりするときがあるんで、 あと、まあ、気づけてもスピードが遅いっていうかね、反応スピードが遅くなったりするんで、遅かったりするかもしれないんで、まあ、そういうのを避けるためには、どっちかというと場数を踏むためにね、たくさんの問題を解いた方がいい、たくさんの英文を読んだ方がいいな、たくさんの,あの英語を聞いた方がいいんじゃないかっていう、まあ、そういう感じです。なので、やり込む問題は別にあるんで、やり込まなくていいんですけど、まあ、数をこなしていくっていうようなもの、これを を指定するっていうか、まあ、揃えてやっていくってことをするといいのかなと思います。まあ、もちろん学校のワークとかも使えるし、まあ、学校の宿題がもし使えれば使ってもいいのかなと思いますね。使えればですけどね。<laughs> で、その次ですね、えー、最後、この3つ目。まあ、3つに分割するっていうことがおすすめなんですが、この3つ目っていうのは、これはサプリメント的な、えー、素材、つまみ食い的な素材、まあ、教材。 いうようよなな、ね、ものになりま,すまあこれはどういうことなのかっていうとあのまあ何て言うんですかね、えーまあ、受験とかまあ自分が目指してる、うんまあ、検定試験とか、まあ、あるいは自分が仕事で使うから何かあの必要だっていうのとはまあちょっと別だったりするんですが、うん、まあそれでもなんかちょっと楽しんで読めるかなみたいなね <laughs> なんかそういう問題。 問題とか、まあ、本とかね、まあ、こういう見方もありますよとか、ちょっと別の分野とかね、言語学の入門書みたいなやつとかね、まあ、あるいはなんかこう、すっごい隙間時間に、まあ、やる一口コラムみたいな、<laughs> まあ、読む一口コラムみたいなね、まあ、英語関連のね、あのー、そういうのがあったりなんかするんですけども、あとなんかジョーク集とかね、なんか英語のジョークばっかりこう集めてるやつとかね、まあ、そういうのをこう、全部読む必要もそもそもないし、まあ、数をこなす っていう教材でもないけどもあの、まあちょっとこういうのも知ってたら面白いかなみたいな、あなんかあれですね、世界の名言集みたいなの、英語で書いたやつ,やつとかね、ありますから、まあそういうのをあのちょろちょろって読むのもね、面白いのかなと思いますね。あと文法書なんかもね、割とガッチリしたの、400ページとか500ページとかあるような文法書なんかも、まあどっちかっていうとつまみ食い的に見るとね、まあある程度中級者、上級者になってくると、意外と知らないのもあのマニアックなのも載ってるんで、 まあ、それを真剣にね、やる必要はないんですが、あの、寝る前にちょ、ちょろっと見てみるとかね、ったら、ああ、こんなのもあるのか、って言ってね、面白い、みたいなね、そういう、まあ、サプリメント的、つまみ食い的、えー、教材っていう、これが3番目に来るんじゃないかな、っていうふうに思います。ということで、えー、まあ、この分割をしてですね、えー、問題をやっていくっていうことをすれば、まあ、平等にいろんなものをやるんじゃなくて、がっちりやるところ、 まあ第一に大事な、一番大事な、やり込むべき教材。その教材の中でも特にここはやり込むとかね、指定してあげて、自分でね、それでそこをがっちりやり込む。そこに書いてあることだったら、全部文法的にも分かるし、単語も知ってるし、そして発音もきれいにできるよ、読むこともできるんだ、聞いても全部意味が分かるし、そのスピードで意味が取れる。全ての,その代名詞とかは全部何を指しているかはも分かるし、 えー、あのどっからどこまでが主語かどっからどこまでが関係ない名詞設か全部わかるぞというまあそんな感じにね、えー、するようなものもうほとんど半分暗唱しちゃってますよみたいなまあそれはやり込むべき素材そして2番目2番目は数をこなす教材、まあ、受験直前に文法問題いっぱい解くとかね、まあ、そういうのなんかもそうかもしれないしあ,の、まあ、あるいは服読本的なもの まあ簡単な英文をたくさん読んでみるとかね。で、ちょっとこの英語に反応できるかどうかになれるみたいな。まあ、そういったものですよね。あるいは、すごく昔の過去も一生懸命やるとかね。なんか、すごい出てるじゃないですか、なんか、ね、20年分とかね。そのまあ、最近のやつはやり込むべき教材だけど、あのもう10年よりもった、ね、昔のやつはちょっとこう数をこなすためにね、やってみるかとかね。なんかそういうふうに分けてもいいかもしれないですよね。 っていう感じです。で、まあ、今二つ話しま、まとめましたけど、やり込むべき教材、そして数をこなす教材ね。で、最後、三番目、これがサプリメント的つまみ食い的教材っていうことになります。まあ、教材を絞るっていうのは勉強する上で、あの、 絞ったりまあ今みたいに分けたりするっていうのはね、えー、勉強を効果的に進めていく上でとても重要です特に一番大事なこのやり込むべき素材ってやり込むべき教材っていうのをきっちりやり込んであ全部わかるしこれ人に説明できるぐらい理解しているなっていうこういう感覚っていうものが得られるこれはすごく大事ですよ平等にやってたら多分こういう感覚がどの教材においても得られない危険性があるんですよそうすると あのそのものが出ないとなんかそれを使ってね応用して問題を解いたり喋ったりっていうことがそもそもできないっていうままたくさんこう教材はやりました、ね、教材の種類はたくさん平等にやったけどもどれ一つやり込んではいないからその,その深みには達していないみたいなねなんか薄くこう広くやったっていうなんかそんな感じになっちゃうんですねじゃなくてもうちょっとねこう何て言うんですかねイメージとしてはねあの なんか、あり地獄的な感じでね、すごく深くやってるところ、ここはもうやり込んでるぞみたいなね、そういうところがやっぱある、その、深いところまでやっている教材が発生するっていう、まあそれが大事なんですよ、ということです。まあうい人はやってるんじゃないですかね、その、勉強を心得てる人、勉強のやり方を心得てる人はやってると思いますし、あの、まあ実際相当、 英語できるようになってる人にですねあ、あなたはどの教材をやり込みましたかって言ったらなんかすぐパッて言えるものがあるんですよ。自分はこれをやり込んだとかね。まあトイックやってトイックの公式問題集のなんかボリューム5はすごいやり込みましたとかね。<laughs> なんかそういうことを言ったりしますし。 うん、そういうのが全然なくて、いや、なんとなくまんべんなくいろんなものをや,やったら、あの、英語力上がりましたっていう人はやっぱり少ないと思いますね。あんまり聞いたことがないですね。その、平等にやるとどうしても浅くなっちゃって、じ、実は実力が <laughs> 伸びてなかったりしますから。っていうことをちょっと考えてみてください。ということで、今回はこの辺で終わろうと思います。ありがとうございました。